一つの木のピース、どんどん組み合わせてできたのは飛行機。今日のグッドサインは、木組みの積み木、クミノ。東近江市美濃川町、奥永源寺の山深い場所にある集落です。ここにその工房はあります。木組みの積み木、クミノ。生み出したのは井上信也さん。木組みのから、グミノの部分ですね、濁点を取ってクミノと、木組みの積み木でクミノと名付けました。日本の、木の家みたいに木を組んで構造を作るようなおもちゃが、それがシンプルな形でないかなというところから発想をしました。クミノの特徴はその形。3センチほどの柱状の木に2つの溝が掘られています。このシンプルなピースを組み合わせることで無限の形が生み出されるのです。子供って積み木を見ると本当に寄ってきて自然と遊び出すんですよね。ですごいなと思うのと、一方でそのついてきてる大人もクミノの場合はちょっと触ってみようかなっていう魅力があるみたい で、ただこう溝と溝を合わせて組むだけでもなんとなく不思議な達成感があって、子供たちの表情を見てると非常に楽しそうにというかキラキラしながら遊んでくれますね。子どもたちがクミノを手にするたびに新しい発見をする姿が嬉しいと井上さんは言います。何よりその木は身近な日本の森で育った山々の財産なのだと言います。ね、ここに工房を作った大きな理由はやっぱりここの景観っていうのが非常に すごいぞと素晴らしいぞと思ったのがきっかけで、ここはすごく歴史のある古民家があってですね、江戸時代から建っているような家も実はあるんですね。なのでその古民家を生かした宿泊事業というのを、起こそうと、2023年の春を一つの目標として、何軒かの家を改修してホテル事業を始めようという話を、集落の皆さんと話をして、今進めようとしています。滞在するっていうのがまず入り口なんですけれども、その先に使う自然を使うっていう体験ができるようなプログラムを提供したいなと。山や森が好きな人が増えてほしい。だからここ美濃川を楽しい森林体験のできる場所にする。井上さんの次の夢です。グッドサインはホームページでもさらにつながります。